ボボです。メルカリ資金ができたので、ビックリマンのすくみコンプを購入しました。ビックリマン売って、またビックリマン買ってるのか。そんなわけで届きました。開封です。12段のすくみコンプです。お守りが黄色、1400円でした。メルカリはたまにお得な出品があるので要チェックです。ちょっと右の悪魔汚れてるな。では検品します。仕事みたいだな。チョコっぽいのついてる。取れるかな。破れそう。やめておこう。ちょい汚れやな。この名前、コレクター内で最近話題やけど。大人の仕業やな。赤ちゃんみたいな容姿もすごい意味ありでだ。当時、子供だったので気づかなかったで。まだ均等運乗れそうなほど純粋やったんやな。悪魔やね。悪魔は大体綺麗やな。この最後のだけやな。ひどいのは。もう半分いきます。ピンクや赤系はにじみますね。天使です。セラミングもプール入ったみたいに目が赤い。眉毛太っ。天使もまあまあ綺麗。最後のこれだけ着てるな。なんやこの汚れ。これカビらしいで。最近知ったわ。当時友達持ってたのがこの状態になってたけど、原因全然わからんかったわ。ぼっくんネタを分かってなかった年やからな。これとさっきの悪魔はまた買い替えるか。ではカイリング。最初の12枚。次の12枚。ぼっくんはお守りの最後と思ってたわ。子供の頃の記憶はあやふややな。最後の12枚です。無駄遣いしないように。メルカリ資金がたまったらまた買います。ほなまた売らな。ではでは。